YouTube で授業。日本史 B 編。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。持統天皇の死後、文武天皇が即位すると、701年、大宝律令が制定されました。中国の律令制を導入し、日本独自の律令体制が完成しました。702年には、前武天皇、持統天皇の時代には派遣されなかった、遣唐使が派遣され、天皇を用いて、国際的認知を図りました。701年に制定された大宝律令には、長壁親王と、中富の鎌足の子の、藤原の不比等が中心となり、718年には藤原の不比等が、養老律令を完成させました。養老律令は757年に孫の藤原の仲間が施行しました。律令には基本法で刑法の、律、行政法の、行、追加される補足修正の、却、催促の、式があります。律、については以下を見てみましょう。謀反は貴族でも免除されないため、これを利用した貴族の抗争が今後多く出てきます。律令制度の大きな柱は、天皇を中心とした中央集権体制とそれを支える官僚制でした。身分は領民と先民に分けられ、先民は5種類に分けられ、官有と私有がありました。五色の線、まずは中央政府を見ていきましょう。中央には、朝廷の祭祀を担当する、神議官、と一般政務の、太政官、の二官が置かれ、太政官の供養会議が最高機関となりました。供養会議は、左大臣、右大臣、大納言などで構成され、適任者がいる時のみ置かれる、太政大臣、供養の会議によって政治が運営されました。太政官の下に、八省が置かれ、様々な政務を担当しました。天皇公務の、中司省、人事や教育の、式部省、外交や国家領事の、事部省、租税や戸籍の、民部省、が重要です。二官八省の他にも、一代は管理の不正監視や風俗取締りの壇上代、五F派都の警備を言いました。家柄より能力に応じて官人には職と給与が与えられました。司徒官制、によりどの官庁でも四つのランク、上、助、上、左官、に分けられ、太政官、太宰府は例外、能力を重視する形で位階が与えられました。官位相当制に基づき、位階に対応した官職に任命されました。また、位階に相当した給与には指定された子から納められる税金を得る、府庫、位階、官職に応じた、衣殿、式殿、布などの、六、従者である、詩人、などで、5位以上の頂上級貴族にはとんでもないくらいの給与が与えられました。また、御位の制も中国から導入され、貴族の子や孫は21歳になると一定の位階が与えられ、高い位階は貴族の中で固定化されました。今回は以上になります。何度も何度も見直して復習しましょう。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。他の動画もぜひご覧ください。概要欄などでスタディクエスト事業の協力してくださる方も募集しています。